こんにちは、榎本美沙です。今日はタコの唐揚げを作っていきたいと思います。唐揚げ我が家でもとっても人気のメニューなんですけれども、今回はタコを使ってですね、気軽に作れる唐揚げを作ってみたいと思います。おつまみにも本当にぴったりですし、タコは疲労回復の効果もあると言われていますので、夏バテしそうだなっていう時に作ってみていただけたら元気になるんじゃないかなと思います。レモンサワーにぴったり合う料理です。ぜひですね、レモンサワー片手に作ってみていただくのもいいんじゃないかなと思います。では材料の説明です。まず主役のタコになります。ゆでタコになります。で、下味ですけれども、醤油、豆板醤、ニンニクのすりおろしですね。で、衣になる片栗粉ですね。で、揚げ油で、こちら添え物なのでお好みで大丈夫ですけれども、パクチーと、くし切りにしたレモンになります。パクチーですね、この根の部分、香りが強くてとっても美味しいので私大好きなんですけれども、今回これはですね、一緒に素揚げにしていこうかなと思っています。ではまずこの主役のタコですけれども、これを切っていきます。すごい立派なタコです。一口大程度に切ります。この太いところはですね、ちょっと半分に切ってあげると食べやすいと思います。ではタコにですね、味をつけていきます。ポリ袋に先ほど切ったタコを入れます。そして醤油、豆板醤、ニンニクですね、こちらを入れて揉み込んでいきます。袋の上からですね、特に豆板醤固まりやすいので全体に行き渡るように揉み込みます。なんかすでにいい香りがします。おつまみ感のある香りがします。はい、これでしっかり全体に行き渡りましたので、これでですね、袋の口を閉じて冷蔵庫で30分から1時間ぐらい置いておきます。はい、30分置いたものこちらになります。味が染みてる感じがあります。そしたらタコはですね、軽くつけだれをキッチンペーパーで拭き取ります。軽く拭き取れたら粉をまぶします。今回片栗粉を衣にします。片栗粉はですね、小麦粉よりもカリッと仕上がります。はい、こう全体にまぶされば OK です。はい、ではフライパンにですね、油を1センチ深さぐらいまで注いで180度に熱してやります。ここにタコを入れてあげていきます。いい音。タコはそんなに厚さがないのでフライパンで揚げるのがおすすめです。手軽ですしね。これで最初は触らずですね、途中で上下を返しながらカリッとするまで揚げていきます。油が跳ねることがあるので気をつけながら揚げるようにしてください。では、私のお楽しみ、パクチーの根です。これも今日一緒に素揚げにします。これはですね、だいたい1分ぐらいで揚がるので途中で入れて、出しちゃうようにしてください。はい、いい香りがしてきました。揚がったものから出していきます。まずパクチー出しちゃいます。はい、
では盛り付けていきます。まず大好きなパクチー、これ好みでレタスとかですね、他の葉野菜でも大丈夫です。ちょっとタコはパクチーと相性がいいので今回はパク盛り でパクチーの根も一緒にですね、揚げました。この根はですね、普通におつまみとしても美味しいので、普段の時も一緒に揚げるといいです。コロコロして美味しそうです。すごい揚げてる時から、いい香りがしてましたね。おつまみ感、はい、で好みでレモンのくし切りを添えます。こちらで出来上がりになります。はい、ではいただいてみたいと思います。すでにいい香り、いただきます。で、レモンちょっと多めに用意したんですよ。レモンサワー、もうこれはですね、ビールでもいいですけど本当にレモンサワーおすすめです。乾杯。いただきます。じゃあタコの方にもかけます。ではまずパクチーから。ベジタブルファースト。いただきます。うん。おいしい。パクチーです。では主役のタコ、いってみたいと思います。おいしそう。ああ、いい香りがします。うん、おいしい。しっかり味が染みてて、もう完全にお酒が進む味です。豆板醤も結構多めに入れたので、ニンニクの香りと豆板醤のピリ辛ですっごいお酒が進む感じです。お醤油味なんですけれども、ちょっとそのピリ辛も入ってるのでパクチーとも相性がすごくいいかなと思います。うん、おいしい。で、これ大好物なんです、パクチーのね。ダメな方もいるかもしれないんですけど、パクチー好きの方はですね、ぜひ根の部分ストックしといて、冷凍できるんで、ラップでくるんでジップロックの袋とかに入れて冷凍しといて、揚げ物の時に素揚げしてちょっとお塩をパラパラっとして振るだけで絶品のおつまみになります。今回ちょうどパクチー使おうと思って一緒に揚げました。いただきます。うん、おいしい。根のところって一番パクチーの香りが強くて、アジア料理とかでは絶対使うところなんです。なので絶対捨てないで残しといてください。タコも美味しいです。ぜひですね、タコは足1本でタウリン 1000mg、 栄養ドリンクぐらいあると言われております。夏バテ予防にもいいかなと思いますので、ちょっと疲れたなっていう時とか、お酒飲みたいな、レモンサワーの気分だなという時にはぜひ作ってみていただけたら嬉しいなと思います。これからもですね、季節に合った料理いろいろご紹介できたらと思っていますので、ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタン押していただけたらとっても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。